お客さん、本当にいいんですかい？何がだ？だってあの島、女将から絶対に近づくなってお触れがあるんですぜ。高い金もらったんで引き受けやしたが、わしゃもうなんだか不気味で。いいんだ、進めてくれ。来たか、宮本武蔵。待っていたぞ。あの遥かという娘なら、あの中に。心配するな。あの娘は我らの切り札。身の危険はない。俺を倒すことができたら、あの娘を救い出すがよい。何をしている？早く剣を抜け。俺はな、小次郎、遥かのためだけにここに来たわけじゃない。俺たちは今、剣士としてこの島に立っている。それがどうした？お前は俺と戦い、佐々木小次郎という剣士としてのケリをつけたいと言ったな。そうだ。俺も自分の人生にケリをつけるつもりで来た。俺はお前を倒し、宮本武蔵という剣士の人生を終える。何？そして桐生という一人の男として遥かを助け出す。あの娘にどうしてそこまで？遥か、俺に新しい道を教えてくれたんだ。今ここにいるのはあいつのおかげだ。さあ、決着をつけよう。関ヶ原、そして俺たちの戦いに行くぞ、宮本武蔵。さあ、決着をつけるか。
Yeah!
切れ。俺は佐々木小次郎を倒した。宮本武蔵として。それで十分だ。一つ聞いてもいいか。なんだ。どこで俺の立ち筋を覚えた。丸目さんだ。あの人から体で教えられた。なるほどな。だから俺の剣を見切れたのか。お前の剣を体で受けて分かった。俺はまだ剣士としてやり残したことがあると。小次郎、俺は新影流こそ最強と信じて疑わなかった。だがお前の二刀はそれを超えた。ならば俺は改めて新影流を最強の剣術にする義務がある。俺は柳生宗則として新影流を後世に伝える。二つの剣が天を舞い、一つの大きな力を生み出す。二天一流か。さあ行け武蔵。早くあの遥かという娘を。ああ。小次郎、大丈夫か。小次郎、にゃー素晴らしい友情ではないか。小次郎よ。遥か、おじさん何を今さら血迷っておるのだ。小次郎、
死のために剣を使わんお前などもう用なしだ。くそ、おとなしく私の陰で満足しておればよいもの。剣の道ごときにこだわるからこのようなことになったのだ。食いろ、自分の人生を食いろ。天界、なんだお前は。まさか一人で私に立ち向かおうというのか。俺の友の生き方を愚弄する奴は許さん。バカめ、何が友だ。斬り合うことで芽生える友情など見せかけに過ぎん。やめろ武蔵。無理だ、勝てるわけがない。今は逃げろ武蔵。今ここから逃げ出してしまったらお前と戦ったことが無意味になってしまう。だが今は俺は今日この島で宮本武蔵としての人生にケリをつけ、桐生一馬之助として生きると決めたんだ。それに俺は遥かを置いて帰れない。今俺が逃げてしまったら遥かが俺と過ごした日々、これまでの桐生一馬之助として生きた時間は全て嘘になってしまう。俺は遥かに覚えていてほしいんだ。宮本武蔵という男の生き様を。剣しか信じられない男が最後まで自分を貫き決して屈することはしなかったということ、俺はそれを全うしなければ桐生一馬之助として生きられない。何をしておる。逃げるのなら今のうちだ。難攻防展開、俺はお前を斬る。斬って遥かを取り戻す。何を。二天一流宮本武蔵、展開覚悟。